で、まあ、腰だったんで、ちょっと、こちらですね。でも、まあ、こっちそこまでじゃないですよね。はい。はい、右の方が痛いかもしれないですね。素晴らしい。全然パンツが見えないですね。パンチがしない。あれですね。左の方が股関節の周りが良くないんですね。あら、さっきの方がちょっとカクカクしてたので、右の方が比較的周りがいいです。ここが気持ち悪いですかね。硬いですね、こっちの方が。痛い。痛いですね。我慢できます。あ、痛い。こっちの方が圧倒的に、そうですね、圧倒的に痛そうです。ごめんなさい、もう一回押します。すいません。あーと、はい、そうそう、あと10秒だけ。はい、でちょっと股関節の上も、大丈夫ですか。はい、はい、これででもちょっともう腰が楽になってくるんじゃないかと思うんですね。指パキパキ。そうですね、あとこれもちょっと嫌だと思うんですけど。あれですか、ちょっと便秘ですか。あれも、あ、わかんない。そんなことはないですか。相変わらず小出しで。小出しなんですね。じゃあお腹ちょっとガス張ってるんですかね。なんかちょっと硬い感じが張ってますよね。そう、お腹の動画がめちゃめちゃ伸びてるんですよ。90万ぐらい。すごい。すごいですよ。お腹に悩んでるんですかね。いや、多分男性が多いから。ああ、腹が、腹見たい、腹と思って見てるんじゃないですか。よくわかんない。
が微妙に右の方に向いてるんですよね、足が。あ、痛い、そこ痛い、あ、隠してたのに手が痛い。ここはやられたくなかったんですね。なんか痛いとこと痛くないとこと確かにそうなんですよ、なんか体も足が完全に右に流れてるのですいません。そうですね、ちょっとそれもやったかもですねよいしょか、こちらを伸ばしますね。お願いします。はい、きつくないですか？はい、はい、伸びてますか？はい、はい、ちょっともう一段階伸ばしますね。ないですか？はい、ビョコ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 するっていうか、なんとなく不規則性のある左肩が上がりますね。右肩はそうでもないですけど左肩結構上がり激しいですね必ずやっぱこうね、ここの手こう外に開くんですよね手首がキュッてなってなるんですよね、これね、不思議とツイッターでもなんか、うん、半年後きっとまたガタガタになってるももはさんって書かれてましたガタガラクタのようなひどい言い方ですよね